こんにちは。歴ショックです。今回は、高知県に伝わる武田勝頼生存伝説について紹介します。武田勝頼は、1582年の織田信長による甲州征伐で、新婦城から逃げる途中に小山田信繁の裏切りに遭い、逃げ道をすべて塞がれ、残ったわずかな一族、家臣と共に命を落としました。勝頼の首は迅速に信長のもとへ送られ、武田旧臣、領民も見守る中、信濃飯田、京都で晒し首とされており、相当前から影武者を使っていない限り、生存伝説が介在する余地はありません。しかし、武田氏とは一見何も関係のない遠く離れた土佐で、勝頼生存伝説は残っており、作り話と言い切るにはあまりにも多い系図や史跡が残されています。この伝説の背景には、土佐の有力国人、高祖壁氏をはじめとした四国に勢力を持つ武田一族の存在がありました。今回は、大崎玄馬と名を変え、長祖壁氏の下で生き残った武田勝頼生存伝説について紹介していきます。甲斐と四国は古くからつながりがあった。武田勝頼が四国に上陸するまで、武田勝頼は1582年の織田信長の甲州征伐により滅ぼされ、36歳で生涯を閉じており、ここに疑いの余地はありません。新婦城を脱出した勝頼は、小山田領手前の駒海で1週間近く滞在を強いられた挙句、小山田信繁の裏切りにより行き場をなくし、天目山麓の田野で織田軍の滝川一益と最後の一戦に及びました。嫡男の信雄、正室の北条夫人が次々と自害する中、勝頼は側近の土屋正常らと共に討ち死にしたとも自害したとも言われています。勝頼、信雄親子の首は甲府の織田信忠の元へ送られ、その後、信忠の家臣によって死の3日後には下伊那郡まで到着していた信長が勝頼の首と対面しています。翌日、首は飯田で晒され、勝頼に遅れて討ち取られた武田信豊の首と共に、先に岐阜で晒されていた仁科盛信の首と合わせて京都に送られ、獄門にかけられることとなりました。勝頼の死から11日後、勝頼らの首は京都に到着し晒し首とされた後、京都明神寺の僧、南下元光の手によって明神寺に葬られました。夏場に輸送に1ヶ月以上かけたため、判別不能になっていた源義経とは違い、まだ寒い時期にそれほど時間もかからずに首実験は行われており、信憑性に問題はありません。織田軍の面々は勝頼の顔を知らなかったものの、首は信忠に従っていた武田家臣によって確認されたはずで、武田領国の飯田でも晒されているので、勝頼の首であることにも疑いはないと言えるでしょう。しかし、勝頼生存伝説では、勝頼は小山田氏の岩殿城ではなく、現在の群馬県安中市にあたる、利根郡大屋の地に逃れたとされています。この時の勝頼の同行者は、信長の姪、劉松陰との間に生まれたとされる信雄と由姫、側室とされる三枝氏娘、その子の正春などがいます。また、桂山三郎とも武田信長とも名の伝わる勝頼の兄弟や数名の家臣も付き従いました。勝頼の兄弟には確かに駿河桂山家を継いだ桂山信貞などがいますが、由姫や三枝氏娘など見慣れない人物の名前があるように、武田氏の記録からたどれる人物は基本的にはいません。同行者の名前からして怪しい話ですが、光月への逃亡は、早くから影武者を使っていれば絶対にできないとは言えず、しばらくこの地に潜伏した後、織田領となった光月を逃れ、北条領の伊豆初音ヶ原に向かいました。そしてここから海の西へ向かい、瀬戸内海を経て、織田氏の勢力の及んでいない四国の伊予新居浜に上陸します。その後は、土佐の長祖壁氏を頼って、陸路四国山地を越え、土佐と伊予の国境沿い、現在の高知県長岡郡大豊町までたどり着きました。わざわざ織田氏の勢力範囲の西へ向かうという信憑性のない話ではあるものの、武田氏と四国は全く無縁というわけでもありません。その一つが、源平合戦の頃の海源氏棟梁、武田信義の長男で源の頼朝に殺された一条忠頼の遺児、明道が、土佐の有力国人、高祖壁氏に繋がったとする話です。幕府の御家人となった元一条家臣が、かくまっていた主君の維持に四国の領地を譲ったというもので、
戦国時代には長宗我部元親の弟親康が養子に入り、武田氏と長宗我部氏は遠縁で結ばれることとなりました。武田氏関係者が四国へ渡るという事例はこれ以降もあり、武田氏主流の東条常忠が1470年代に甲斐国内で争いに敗れ甲斐を追われ阿波に流れ着き、阿波の細川氏に仕えています。やがて東条氏は阿波桑名城主として一帯の有力者となり、長宗我部氏の勢力が阿波に迫ると従属し、長宗我部配下として活躍していました。また武田信玄の異母弟で勝頼の叔父にあたる武田信明も、父の信虎が信玄に追放された後、阿波の三好氏に招かれ、阿波は非常主になっています。もっとも、信明は長宗我部氏とは敵対関係にあり、甲州征伐の頃は一時的に長宗我部氏に屈服していましたが、ほどなくして四国征伐を目指す織田氏と結んで、再び長宗我部氏と戦っていました。こうした縁を伝って、勝頼は長宗我部氏を頼り、長宗我部元親の居城、御工場のある曽我部郷に入り、山あいの大宝寺近くに居住します。勝頼が土佐に腰を落ち着けた頃、信長は本能寺の変で明智光秀に討たれ、山崎の戦いを経て羽柴秀吉が台頭し始めており、勝頼をめぐる環境も大きく変わっていきます。長宗我部配下として九州でも戦う。土佐逃亡後の勝頼。大宝寺に入った勝頼は、名を矢野信義と改め、1584年には、三枝夫人との間に武田勝末が新たに生まれています。勝頼が土佐に潜伏していることは長宗我部元親も感知していたとされますが、武田氏当主として重用するよりも、むしろ厄介者として扱われた節があります。1584年には、元親の重臣で、現在の仁淀川町周辺を領していた片岡光綱の元へ移り、武田氏の伝説が残ることになる大崎に居住を始めました。片岡光綱は、元親の叔母を母に持つ人物で、勝頼の生活もこれで安定するかに見えましたが、翌年には、四国をほぼ統一していた長宗我部氏に対し、豊臣秀吉が四国征伐を開始します。勝頼が身を寄せていた片岡光綱は、毛利軍に攻められた伊予の長宗我部方、金子氏の援軍に派遣され討ち死にを遂げ、元親も豊臣秀吉に屈し、土佐一国の領主とされました。翌年の1586年には、長宗我部元親は、大友氏の援軍に向かう豊臣軍の一員として九州に進軍し、島津氏との辺津川の戦いに臨んでいますが、この時、勝頼も片岡氏配下として従軍していました。豊臣軍が敗れた辺津川の戦いでは、元親の嫡男、長宗我部信親だけでなく、勝頼が従っていた片岡氏の当主、片岡光政も戦死し、片岡氏は一気に没落することとなります。勝頼はこの戦いを最後に、小田原征伐や朝鮮出兵など、長宗我部氏が参戦した戦いに従軍することはなくなり、片岡氏が衰退する中、土着の勢力として大崎に根を下ろしていきました。この頃の勝頼の地位は、名目上は片岡氏の配下ながら、主従関係は薄く自律的に動き、土佐中心部につながる道にあたる大崎周辺の地域一帯の治安維持に当たっていたと推測されています。この地域は、仁淀川、土井川が交わる場所で、河川水運の中継地点になっていたといい、単に山で引きこもっていたわけではなく、山間部と土佐中心部をつなぐ物流拠点を抑えていたようです。勝頼はこの頃に、名を大崎玄花之丞元春と変え、大崎の地に複数の寺社を建立するという、地域の実力者らしい行動を見せています。ただの逃亡者であれば寺社の建立などまずできず、片岡氏の下である程度の地位と権力を得ていたことを表していると言えるでしょう。勝頼は、四国征伐が行われた年の1585年に、武田氏の先祖を祀るための龍光山常福寺を建立しました。さらに、その翌年には大崎八幡宮を建立し、勝頼が甲斐の武田八幡宮から持参した武田氏家祖をかたどったとされる木像が御神体として収められています。他にも、勝頼が逃亡途中に高野山に収めた肖像画に描かれた武田氏の家紋と同じ紋所が描かれた手鏡も奉納されています。現在は仁淀川町の文化財に指定されているこれらの品々は、武田氏と大崎の地のつながりを物語っていると言えるでしょう。大崎八幡宮は、土井川と仁淀川に挟まれた小高い山の頂に位置し、
江戸時代の書物には古城跡と記載されていることから、土佐における勝頼の拠点だったと推測されます。勝頼は、地域の有力者、横畑左馬之助に娘の由姫を嫁がせ、さらに息子の正春は、宿毛の武士、松村秀春に養子に出すなど、土佐で着実に勢力を広げていました。しかし、土佐で新たな活躍の場を得た勝頼の運命は、関ヶ原の戦いで長宗我部氏が改易されたことで大きく狂っていくこととなるのです。山内氏の下で権力を失うも、後世に血筋を伝えていく。武田勝頼の最後。関ヶ原の戦いで、長宗我部元親の子、長宗我部盛親は西軍につき改易され、土佐が山内和豊の領地となると、勝頼を庇護していた片岡氏や娘の嫁ぎ先の横畑氏は山内氏には使えませんでした。彼らは山内氏とは主従関係にない庄屋として地域の有力者の地位にとどまり、所領の支配権を失います。片岡氏の配下にいる勝頼も今までのように大崎の領主として振る舞うことはできなくなったと考えられ、長宗我部氏の改易をもって勝頼も権力を失ったと言えます。その9年後、甲州征伐から27年が経った1609年に、大崎玄賀之丞を名乗る勝頼は63歳で生涯を閉じ、大崎にある現在の鳴玉神社に葬られました。翌年には、勝頼の兄弟とされる武田信長の子、大崎半四郎が、山内氏のことと思われる土佐の領主の追手により討ち取られ、半四郎の墓所の石碑にはそのことが刻まれており、武田一族は山内氏と何らかのトラブルを抱えていた可能性もあります。勝頼の嫡男で大崎五郎を名乗っていた信勝は1629年に62歳で亡くなり、信勝の後は山崎氏を名乗るこの信房が継ぎます。信房のこの吉尾、春里の兄弟は島原の乱に従軍したといい、子孫も大崎の地で江戸時代以降も続いていきました。信勝の子孫にあたる山崎氏は、明治時代に入り、大崎で武田家昇魂の日を建立し、毎年春に武田勝頼の一族を弔う墓前祭を行っていたといいます。勝頼の子孫は、信勝以外の正春、勝末の系譜も含め、大崎を中心に複数の家に分かれていき、江戸時代以降も勝頼の血を後世に伝えていくこととなりました。これらの勝頼生存伝説は、武田氏の末裔、山崎氏や、甲斐から付き従ってきた武田家臣、岡林甲斐の神の子孫で、大崎八幡宮の宮司を代々務めた岡林家に伝わる系図と記載文が元となっています。系図も、当時のものではなく写本を重ねたものであり、例えば、後世大崎玄馬という武士を勝頼に見立てて系図や石碑を作り、生存伝説を作ったという可能性も大いにあります。当然、武田氏、武田家臣団の末裔で構成される武田家旧恩会でも認められていないものの、大崎八幡宮宮司家の岡林家の子孫や大崎家の一族の方が家に伝わる資料をもとに研究を続けられています。また、この地域に代々伝わる現場踊りは、勝頼が大崎八幡宮を建立した際に建立祝いに踊ったのが始まりであるとされ、勝頼生存伝説は地元では相応の知名度があります。仁淀川町では武田勝頼土佐の会が結成され、勝頼生存伝説にまつわる史跡の整備保存や関連した様々な催しを開催しており、土佐の地に確かに存在するロマンのある話として楽しんでみてもいいかもしれません。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録できます。Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。